21歳でサッカーを目指しています。小説でもエッセイでもコラムでもいいんですけど、できるだけいろんなものに触れて、そこで得たものでいろいろ書いていければなと思ってます。なんか作品、写真とかと合わせて発表できるような作品が作りたいです。恋愛したことないですか？あんまり。したことないですか？好きな人できたことなくて、ほうほうほう、生まれてから一回も。高校1年生の時に1回だけ彼氏を作ったことがあるんですけど、なんか違いました。割と一人でいる方が幸せで、まあでも恋してみたいとは常々思ってるんですけど、普通に生きてたら知り合えなかったであろう人と一緒に住むわけじゃないですか。そこでなんか得られるものとかにすごく期待をしていて、やっぱ一緒に住むのってその人の生活にすごい関わってくるから、なんか新しい文化に触れたり、新しい考え方ができるようになったりですればいいなって思ったりしてます。喧嘩っ早い人とかいたら怖いなとか思って、もう私本当喧嘩大嫌いで、そう、でも絶対喧嘩すると思うんですけど、一緒に住んでたら。なんかやっぱね、みんなそれぞれ考え方とか多分違うから、それがぶつかるときって多分避けられないと思うんですよ。まあそういうときに自分も負けずにいければいいなと思ったり、あとなんかとりあえず嫌われたくないんです。そう、誰にも